を取りました。さらに2回のセーブ、先頭バッターの田辺がツーベースヒットで出塁、2アウトランナー3塁で選手会長の辻。はい、これ2アウトになってですね、これチャンスセーブ潰れたかなと思いましたけども、ここはやっぱり辻が強いんですよね。辻の3号ツーラン、これで3対0となります。さらに畳みかける攻撃をご覧いただきましょう。石毛、まあ、今のホームランでねちょっと気落ちしたんでしょうね、はい、真ん中にスライダーが入ってきましたね、やっぱりちょっと高柳2が重いかなという感じでした。大木監督40球で高柳を諦め、吉武左と左佐藤なんですが、ここは吉武の勝ち。はい、もうここら辺はですね、本当にセーブペースのゲームですね、はい、なんかこのまま行きそうなというようなね、そういうゲーム展開でしたね。とにかくご覧のように2回で4対0、さて試合は4回です。ワンアウトからブライアント、これねワンツーからね、インハイへストレートを投げたんですけどもね、はい、もうこれはねあの点差が詰まったらね変化球で返せたと思うんですが、はい、これを甘くストレート投げた、この一発が引き付けの一発になりましたね。46号のソロホームラン、4対1、さらに6回です。今回の先頭バッター初めてのフォアボールであります、そうでしたね、この辺からちょっとコントロールがなくなった、たまに力がなくなった、多いし詰まりながらもレフト前、こんなんなんかもあのおやら5回までだったら詰まって飛んでないでしょうね、はい、ですから威力がなくなってきた、ちょっとこう、ピンチかなという過去のピッチングでしたね。ノーアウト2塁1塁となって新井です。ショート深いところから取ってセカンドへ送りますが、好プレーしたんですけどね、本当もうあの大石が素晴らしいスタート切りましたね、ノーアウト満塁となったところで森監督がマウンドへ行きます。先ほどの打席でホームランを打っているブライアントです。先ほどストレートでしょう、はい、まあ、ピッチャーはそのストレートを避けてですね変化球を持っていくんですけれども、さあ初球これがど真ん中に入ってくるんですね、これは本当各のね痛い失投でしたね。ブライアントの満塁での一振りです。これで5対5、試合は振り出しに戻りました。各の表情が印象的。さあもう一度見てみましょうこの場面、ね、まあ、本当にここよくあの西武のピッチャーはねホームラン打たれてね痛い目にあってんですけども、はい、甘く来ましたね。そうですね、高柳、佐藤、池上、そして加藤と非常に小刻みな投手リレーです。加藤のピッチングをご覧いただきます。ワンアウトランナー一塁で石毛、はい、フォアボール出してですね嫌な予感がしたんですけども、ここはね外角いっぱいへね、はい、つきましたね。ナイスピッチングでしたよ。そうですね、さて8回です。森監督もあえて渡辺を登板させます。本当ね、やっぱり勝負に出たなと思いましたね。ここはブライアント、力と力の対決ですが、まあ一昨日はですね、このストレートで三振を取ってるだけにね勝負に行ったんですけども、はい、やはり疲れが取れてない、球にキレがなかったんですね。しかしねここはもう渡辺を攻めるよりもブライアントを褒めなきゃいけない、あ素晴らしいバッティングでしたね。今シーズン4度目の1試合3ホームランです。もう一度見てみましょう。何度見てもこの素晴らしいスイング、高めをね、まあ、こうバットを振り上げて打ってるようなホームランですけどもね、はい、貴重な勝ち越し点です。またしてもブライアントの一振り。さて8回からは5番手のピッチャーは吉井です。一球一球実に気合が入っていました。そうでしたね、まあ、内容はねそんなには良くなかったんですけど、やっぱり気持ちが乗ってますよね、はい、ピンチヒッター森もう一歩及びませんでした、はい、やっぱり気持ち勝ちでしょうね、8回は3人で終わります。さて9回裏ダブルヘッダー第1試合ということで延長はありません。石毛のショートゴロ、これが2アウト。さあ2アウトという大木監督です。ベンチもね気合が入ってましたよね、そうですね、あ祈るようなブルペンの阿波野です。さあそして吉武、ダメだな、ね、こうね阿波野いるよというようなね、はい、そういう内容ですけど本当にいいゲームやりました。近鉄は土壇場で2枚越しを見せました。まさに神様仏様ブライアント様といった今日のゲームです、これでライオンズ今日の胴上げはなくなりました。本当に、まあ、オリックスも後がないという、ねことでね、最後まで負けられませんね、はい、
さあ牛島村田がですね右に落ちまして上がってきたのはこの関、はい、その関が先発しましたね。ですから先発ピッチャー聞いた時にねちょっと2が重いんじゃないかなと思いましたけどね、はい、2回ワンアウトを取った後石峰にデッドボールを与えます。そうですね、まあ、1回はあの立ち上がり三者凡退でね切り抜けましたけどね、はい、このデッドボールでなんかあのピッチングが急におかしくなっちゃうんですね。そうですね。そして続いて藤井これ2ストライク2ボールからねキャッチャーはもっと外角の方に構えてるんですけどストレートが高めに来ましたけどね、はい、これ今スローで出てるんだけど甘い球なんですけど確実に来ましたね。そうですね、まあ、やっぱりこの先制のホームランがこう攻撃陣のね、はい、なんかこう流れを良くしたような一発になりましたね。28号ツーランでオリックスが先制します。さあ一方オリックス、ま、満を持して中5日星野が ね、 そうでしたね、登板してきました。まあ、あの早い回に2点もらいましたけどね今日はなかなかあの緩急を使ってそんなあのボールにも、ね、キレがあったと思うんですよ、はい、だからまずあの自分のピッチングができましたよね。うん、まあ、いずれにしても今オリックスで一番頼れるピッチャーということで ね、 そのですね、これは2回ディアズ高澤佐藤健一に対するところなんですけどもねなかなかあのカーブのねトローンとくる、まあ、彼の持ち味ですけどね、はい、今日はなんかあの気負いもなくてね自分のペースでもって終始あのピッチングやってましたね、はい、まあ大事な試合ということは当にも非常に分かっていると思うんですけどこれも自覚してますけどね、簡単に2回もロッテ打線3人で片付けます。さあオリックス3回の攻撃です。2アウトランナーなかったんですが関また福良にですねデッドボール当たりですね。そうなんですね、まあ、このデッドボールもね、まあ、近めを狙った球なんですけどね、はい、まあ、当ててしまうわけですけどこれもあの2回の攻撃と同じようなパターンになるんですよね。そうですね、さあそして迎えるバッターはブーマーです。カントのスパイクワンボールからの2球目強打者の前に走者を出すとねどうしても自分のピッチング苦しくなるんですけどなんかこうデッドボール投げて、当てた後のボールがね優しいボールになるんですね。これもワンボールからストレートが甘く来ましたけど、はい、これでやっぱりあの非常にあの全般でもってね、4点ということでオリックスは非常にあの先手を取ったといいますかね、はい、あのピッチャーの星野に対しても非常にあのいいね形の攻撃だったと思いますね。9試合ぶりの第37号ツーランが出て4対0さらに続く4回オリックスロッテ2人目の前田を捉えます。この回先頭石峰もね、右の方へあの打つわけですけど、はい、今日はやっぱりこのロッテの投手陣がね若い人を主体に有藤監督も登板させましたけど相手の方はもう何が何でもっていう形でしょ、はい、これどこでこう歯止めをかけるピッチャーが出てくるかと思いましたけどみんなこの歯止めがかからないんですよね。3人目堀に対しまして2アウトランナー3塁で中島これもあのバットの先端でねそれほどいい当たりじゃないんですけど飛ぶコースがいいんですね、はい、まあ、全般であの得点たくさん取りましたし攻撃陣のなんかあの星野のピッチングと同じようにね伸び伸びとこう攻撃しているようなね場面がもう続きますよ。5点目が入りました。さらにラストバッターの小川ライトへ、まあ、ライトは古川なんですけどもね、これもねそんなに無理する打球じゃないんですけど、ええ、ちょっとこのバウンドが変わりましたかねこれもエラーがつくわけですけどね、はい、まあ、だけどこの辺の得点はねなんかこう流れの中からいってもこう遅すぎるのですけど ね、 そうでね、6点目が入ってなおも2アウトランナー3塁でトップに戻って松永です。これが内野安打となってしまうんですよね。ピッチャー の、 あのバックアップがちょっと遅れましたよ ね、 そうでしたね、これはもうアイコンが飛び出さないのが良かったんですけどね、はい、7点目が入りました。まあ星野のピッチングからですね前半でやや勝負を消したかと思うんですがダメ、ね、を押したのがこの6回、はい、4人目、5人目の井出に対しましてワンアウトランナー2塁1塁で打席に門田を迎えます。門田もねなかなかあの立派なもんですよ、はい、非常にまあコースが甘いとかなんとかじゃなくてフルカウントからねこの一発でもってはっきり言ってゲーム決まりましたね。そうですね、この辺ではあの見てるファンの方がね西武のこのなんていうんですか得点差といいますかね、はい、まあ、あのバックネットの脇に出ましたからね、はい、まあ、そういう意味ではもう関心の方もホームランと両方把握してましたね。そうでしたね。門田の33号スリーランで10点目、まあ、星野は7回に佐藤健一にツーランを許したんですけども、はい、まあ体勢に影響はありませんでしたね、まあ、大量得点もありましたけど非常にもうね伸び伸びと不安のないピッチングでもってね完投しましたし、はい、まず第1試合勝ちましたからね。そうですね、これはもうこの人のピッチングも非常に良かったですよ今日は、はい、結局星野完投10対2第1試合はオリックスが快勝しました。2時間40分というスピーディーな第1試合でした。はい、ありがとうございました。
去年もパリーグは優勝が最後まで分かりませんでした。でも今年はもっと分からない、こういうすごい混戦のところに、実際にその試合を見ることができて、私たちは本当にラッキーだったなというふうに思っています。さあ、それではパリーグの3強の順位表です。これは第1試合が終了したということで見ていただきたいと思いますが、ゲーム差なしの1人差で3チームがひしめき合うという大変すごい状況になっております。それではこの後は第2試合をそれぞれお伝えしてまいります。というところに上位3チームが入ってしまいました。まさにリンサの争いのパシフィックリーグの今年のペナントレースということなんですが、早速西武ライオンズ球場の第2試合の方行ってみたいと思いますね。こちらの方は矢沢さん、そして三宅アナウンサーです。はい、20分後に始まりました第2試合なんですが、まあ、第1試合はブライアント1人に、ね、やられたという感じでしたけどね。近鉄の場合勢いが出てきましたね、はい、しかしあの西武の場合はですね、その20分の間にいかにですね、みんなが平常心に戻れたかどうかですね。その辺がキーポイントじゃないですか。はい、こちらは大木監督ですが、さあその西武は高山を先発に持ってきました。この高山が大石にいきなりフォアボール、洗い送ってその後ブライアントを敬遠と、この立ち上がりですがね、高山の。しかしね、高山もですね、大事なこの試合を任されて、私はね、緊張感でいっぱいだったと思いますよ。そうですね、さあ一塁二塁でバッターリベラと勝負。これは初球でした。当然ね、併殺狙いに行ったんですけどもね、このシュートが甘く高く入った、はい、リベラの、ね、この勢いにこう負けましたけどもね。これで1対0近鉄バッファローズが先制です。まあ、この辺りちょっとね、判定が微妙だったんですが、ランナー3塁へ、ワンアウト1塁3塁でバッター中谷。さあ絶好のダブルプレーのコースだったんですが、このね、リベラのゲッツー崩しのスライディングですね、まあ、スパイクの剣をこう上げたのはいけませんけどもね、はい、しかしあの投手ですね、この辺りまだね、近鉄に流れがあるなというそんな感じがありましたね。さあ近鉄の方はご覧のエース阿波野、この阿波野に西武打線が襲いかかります。まず先頭の石毛、ね、阿波野もですね、中3日ですよ、立ち上がりこの多少力を抑えたですね、はい、コントロール主体のピッチングですけども、そういうところをですね、この石毛が狙ってきましたね。はい、はい、この後苫篠が送りました。ワンアウトランナー3塁でバッター秋山、粘って6球目ね、2エンド1から外外外と3球続けた、それをね、秋山が狙い打ちましたよ。はい、秋山は一気に3塁へ行きます。2対1、この辺はね、この近鉄に流れが行ってたものをですね、なんとかこの西武に持ってこうというね、その何ですかね、記念の覇者の力ですね。はい、清原フォアボール1塁3塁、デストラーデの3球目、なんとパスボール、2対2の同点。この後なおもワンアウト2塁のチャンスだったんですが、デストラーデは三振。もうちょっと攻めたかったですよね。ここのね、三振はこのデストラーデね、痛かったですね。はい、しかし流れはこれでどちらに行ってるのか全くわからなくなりました。さあ3回先、ワンアウト後ブライアントがなんと4打数連続ホームラン、日本タイ記録。しかしね、この打った瞬間高いセンターフライだと私思いました。しかしこのパワーの差はですね、はい、まざまざとこう見せつけたこの一発ですね。そうですね、49号ソロ、3対2勝ち越し、さらにリベラが続きます。すごい勢いですね、この辺りはね。この辺はね、近鉄の勢いがそのリベラのホームランを生んだというようなものですけどもね、はい、ここで高山降板、西本にスイッチ。その西本が中谷にフォアボール、そして鈴木には初球を打たれます。しかしね、この打たれましたけども、この貴重な中継ぎをですね、もう攻めるわけにはいけませんね。だいぶこのところの過酷な中継ぎ陣ですからね、はい、まあ、信じて出したんですけども。そして4回からはこの3番手の工藤なんですが、牧師にフォアボール、大石内野安打で1塁2塁で新井です。まあ、この辺はですね、3チームの争いによって徐々にですね、精神的にこの近鉄っていうのはね、強さをこう持ってきましたね。そうですね、はい、5回にも3点を加えまして12対2とちょっと一方的な展開になってきました。なんとか盛り返したい西武なんですが、5回2アウト1塁2塁のチャンスに秋山三振。結局14対4という大差がつきまして近鉄の圧勝。土壇場で近鉄はダブルヘッダーで大きな大きな連勝です。それでは今日4ホームランのブライアント、そして19勝目阿波野のインタビューです。もう今日は本当に
もう打ってくれるって言ってましたんでね、もうそういう雰囲気もありましたんで、今過去2試合ね完封してるんでね、その時のイメージさえ思い出せばと思って、もう力任せにいかないで丁寧にいこうと思って、まだ今日で終わったわけじゃないですからね、もう本当残り2試合今日のね気持ちを忘れないで最後までやればね、もう結果は後からついてくるもんでね、それがいいか悪いかわからないですけど、もうとにかく最後の最後まで諦めないで一生懸命やるだけです。We won both games, so that makes things a little easier. It wasn't concerned about hitting 3 or 4 home runs in a row. It's just like we come out to play, we know we had to win 2 games today, so we won 2 games, so it makes me feel real good. ご自身のホームランも50本に乗せて、そして大きな優勝をつかみ取ってください。Well, more important to win the games than to hit the home runs. More important to win it and try to win the pennant. That's the most important thing. Thank you.